タイトルはうわー怖い。何に怯えているかというと、頭上に大きな恐竜が。この展示会は長崎市内の8つの写真クラブが合同で開いたもので、小学生から90代までの作品133点が展示されています。躍動感のある写真や特別な日の写真、会場には撮影者が思いを込めて撮った写真が並んでいます。昔の端島の写真とかもまだありますし、時代重ねた分だけ風景のスマホなんかでパッとアップするような写真よりも深みのある写真もあるんじゃないかなと思ってます。去年は1000人以上が来場した写真展、長崎県美術館で今月30日まで開かれています。